皆さんこんにちは。特撮ドラマのウルトラセブンでウルトラ警備隊の高一点アンヌ隊員を演じた菱見百合子さん。当時の子供たちは忘れられない記憶になったでしょう。今回はプライベートにスポットを当て、菱見百合子さんの結婚歴、家族、現在について紹介します。ウルトラセブンは1967年10月から1968年9月まで TBS で放送されました。主演は森次浩二さんが務めました。ヒロインのユリアンヌ隊員役は当初豊浦芳子さんに決まっていましたが、映画出演を理由に降板されました。急遽その代役に選ばれたのが菱見さんでした。菱見さんはこのアンヌ役で大ブレイクしました。当時の小中学生のアイドル的存在だったようですね。半世紀を過ぎた現在も永遠の女神とファンの熱い支持を受けています。1972年に東宝との専属契約が切れてフリーになられた菱見さんは数々の映画作品やドラマに出演されています。1975年に公開された新仁義無期戦い組長の首では赤松組組長の上府亮という悪女の役を演じ高い評価を受けました。安岡さんが若い頃映画不良番長一網打尽で菱見さんと共演されています。安岡力也さんといえばホタテマンですよね。当時菱見さんと安岡さんにはある噂がありました。その噂というのは菱見さんが安岡さんに襲われたということです。映画不良番長一網打尽の撮影中に安岡さんの楽屋で菱見さんがレイプされたそうです。この噂の発端は安岡さんの大先輩の俳優山城慎吾さんがテレビで証言したことです。山城さんは当時の菱見さんは生意気で共演者やスタッフの評判も悪く誰も助けようとしなかったと語っていました。そんな噂がある中、安岡さんは2012年の4月に心不全のため亡くなられました。その後に菱見さんはツイッターにて哀悼のメッセージを送られました。そのツイートでは安岡さんの名誉のために噂は真っ赤な嘘、捏造とレイプの噂をはっきり否定されました。噂はただのデマだったようです。山城慎吾さんの話も冗談だったのかもしれません。1975年の年末には仕事のオファーが多くあったにもかかわらず、菱見さんは突然お見合い結婚をして女優業を引退してしまいました。菱見さんご本人によると、結婚相手は芸能界とは関係のない男性で、長男を授かったものの結婚生活は長く続かなかったようです。その後1979年11月に中華料理店を経営する8歳年下の坂井利勝さんと再婚しました。二人の出会いはどうやら菱見さんの行きつけの台湾料理店で料理人だった坂井さんと出会ったことでした。菱見さんたちは1987年に台湾料理店の台北飯店を、2005年にはエスニックレストランのアジアン台北を調布市にオープンしました。坂井さんの子供の頃からの夢はビルを持つことで、何も計画しないまま購入したビルで始めたのがアジア料理のアジアン台北でした。菱見さんが経理担当でしたが、2010年頃には夫と娘にマネジメントを任せることにしました。しかしアジアン台北は2019年3月20日をもって閉店してしまいました。夫が経営するアジアン台北は14年にわたる営業を終了しましたが、実は菱見さん自身は各店をマネジメントする株式会社坂井屋を2015年に退社していました。退社した翌年には37年の結婚生活に終止符を打ったことを2019年にブログで報告しています。ブログによると、連れ合いからの見下り犯と綴られ、
具体的な離婚理由については明かされていません。離婚後も菱見さんがアジアン台北でイベントを開催していることから大ごとにはならなかったのかもしれません。離婚を発表した年には長男が交通事故で陽性していたこともブログで報告しました。菱見さん家族同様ファンもショックを受けたことでしょう。記事によると1991年自転車に乗っていて車にひかれて亡くなったと記されています。長男は太一さんといい次男と一回り年が離れているようです。亡くなった時はまだ中学生だったのでしょう。母親である菱見さんの心中は想像を絶します。菱見さんはブログにてお子さんやお孫さんの成長過程を今でも記録してらっしゃいますが、その中でもたびたび長男の名前が出てきます。未だに癒えることのない心の傷になっているようですが、長男を引いた車の運転手から手紙が来たことを報告してきました。その方はすでに亡くなっているそうで、亡くなる直前に事故への思いを病室にて認めたとのこと。そこには事故を起こしてから何十年の月日が経っても決して忘れることがない懺悔の気持ちが綴ってあったそうです。菱見さんは一度も運転手を許そうと思ったことはないと語っていましたが、この手紙と彼が亡くなった事実で肩の荷が下りたような気持ちになったそうです。これからも長男の事故にたびたび触れる機会はあろうかと思われますが、ある意味けじめがついたようでよかったですね。ブログは適度に更新しているようで、再婚で儲けた娘や息子、孫がいることも明かしています。とりわけ初孫にあたる女児の誕生は喜びもひとしおだったでしょうね。70歳にして初めてのお孫さん、可愛くて仕方がないようですね。2020年1月20日には男児の孫が生まれたことを報告しています。ツイッターでは孫たちがおもちゃの取り合いをする姿を微笑ましく眺めながら幼児の指定喧嘩とツイートしています。孫たちの親は子供のうちの一人で、その方は長女と思われます。シングルの菱見さんの家族は子供と孫ということになりますが、二度目の結婚では何人の子供に恵まれたのでしょう。ブログ記事から上から順に長女、次女、次男がいることがわかります。末っ子の次男は2019年4月時点で30歳です。子供たちはすでに全員独立して親元を離れているようですが、頻繁に連絡を取り合い、たびたび菱見さんの元にも帰っているようです。家族の絆は強く仲睦まじい様子が伝わってきます。二度の結婚で4人の子の母となった菱見さんですが、子供たちの性格は誰一人として似通っておらず個性豊かだそうです。菱見さんは2018年7月に放送されたバラエティ番組内村カレンの愛席どうですかに出演されました。その番組内で長嶋一茂さんは幼い頃からのアンヌ隊員への思いを告白されました。一茂さんにとって菱見さんは死ぬまでにぜひ会いたい人だったそうで、菱見さんと対面した時一茂さんは大感激されていました。一茂さんは1966年生まれですから、ウルトラセブンは再放送か再々放送でご覧になったのでしょうね。菱見さんがスタジオに登場された時には一茂さんのみならず MC の内村さんも大興奮されていました。2015年の NHK 連続テレビ小説マレに出演され、中村敦夫さん演じる紺谷薫の5歳正恵役を好演されました。その後ドラマには出演されていないようですが、クイズ番組やバラエティ番組には出演されています。菱見さんは現在も定期的にイベントを開催されています。イベントのチケットは発売してすぐに売り切れてしまうほど盛況のようです。他にもウルトラセブン落語や冬木徹さんのコンサートにゲスト出演されトークを披露されました。菱見さんはまだまだ精力的に活動をされています。引退されたという噂もありましたが、
完全なデマでした。それにしても菱見さん、70歳を超えてこの若さと美しさは奇跡です。最近若い人たちからも若い頃の菱見さんが綺麗すぎると絶賛されています。白黒写真が昭和を感じさせますが、今この時代にデビューしてもトップスターになれるでしょうね。いかがでしたか。今回は菱見百合子さんの結婚歴、家族、現在について紹介しました。写真集の復刊やネットの普及によって密かに人気が再燃している菱見さん、引退されたという噂もありましたが、現在はクイズ番組やバラエティ番組を中心に出演されています。これからも特撮ファンだけでなく多くの人にとって永遠のヒロインであり続けることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。